どうもこんにちは、たくみ TV ということで始まりました。ですね、このたくみ TV なんですけど、この日本選手権の会場に来てみんな見たよって言ってくれてすごい嬉しいんですけど、この TV のね、この T ができないって言うんですよね。みんなピッてやるだけなんですけど、めっちゃ T じゃないですかこれ。これがでもできないっていうから挨拶変えてって言われるんで、帰っちゃおっかなっていうことで、たくみ TP ボン、ほらこれならみんなできるよね。ね、カウントダウン動画のその最終日に挨拶変えてくるっていう、たくみ TP、 はい、バン、 OK、 はい、ということで、そんなこんなで明日レース当日になります。結局ね、カウントダウン動画も前日まで引っ張るという、すいません、いっぱいいっぱいで。今日はですね、大阪現地入って最終調整の 200m、1本走ったので、そちらの様子ご覧いただいて、で、まあ、ちょっと今の気持ちをお話しして明日を迎えたいと思います。で、201本なんですけど、スタートの意識で25秒後半をタイム設定してスタートしたんですけど、ちょっと早かったよね、まあ、気合十分ということで、まあいいでしょう、うん、で、そのスタートね、スタート失敗してタイミング合わなくて崩れ落ちたんで、その動画も載せておきます。調子はいいと思うよ、多分きっと、そのはず。連日いろんな競技が行われてて、まあ、そのいろんな選手の競技見て、そこにも、まあ、その選手それぞれのストーリーっていうのがすごい見えてきて、まあ、ここ2日すごい刺激をもらって高まってきてます。まあ、いよいよ自分の番っていうことで、すごい不安も大きいんですけど、怪我からの復帰の状況を考えたら、なんかそもそも不安になること自体が自分の中ではすごい進歩だし、まあ、出るだけでその満足してない自分がいるっていうことには正直驚いてるというか、浮き沈みが大きくあった中で出れたこともそうだし、ちゃんと戦う準備を自分の中でできてるっていうことが自分の中ですごい大きいな、驚いてることではありますね。でもここに立つまで辞めるのか辞めないのかっていう葛藤もあって、で続けるっていうことを決めて環境を変えて、でもまた怪我して、やっぱどこかちょっと諦めてた時期も正直あったんですけど、まあ、そんな中でもサポートをしてくれるチームがあって、スタッフさんがいて応援してくれる人っていうのもすごい増えた実感があって、今までより目に入る機会が増えて、辞めたい時って本当何のために走ってるのかも分かんないし、生活するために走ってるんだったら別に普通の仕事すればいいやっていうのもあった中で、
その何のためにやってるかが見えてきたというか、何のために走ってるか分かんなかったところから、今はがっかりさせたくない人とか、もっと喜んでほしい人の顔がすごいはっきり浮かぶんですよね。だから、まあ、自分のためってはあるのは間違いないんですけど、そういう誰かの顔が浮かんだ方が自分は頑張れるんだなっていうのを感じながら、とりあえず今は自分がなんで走りたいか、なんで頑張りたいかっていうのがはっきりしてる中で、明日の大会を迎えられることがすごく嬉しいです。はい、ということで、そんなこんなで明日から頑張ります。男子の800は6月26日なので、明日の14時20分スタートです。カウントダウン動画を見てくれてた方、ついに明日です。頑張ります。応援よろしくお願いします。ということで、明日は僕も皆さんも素敵な一日にしましょう。カタオバナイスデイ。